こちら、ぶつけてしまいました。おはようございます。アストロタイガー海賊の細です。キャンピングカーのマッシュ。インディ727。アストロタイガーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。キャンピングカーのマッシュですけれども、こちら、ぶつけてしまいました。今、テールレンズに穴が開いてしまってる状況です。バックしてる時に岩にぶつかって、この辺も傷入ってますし、ここにも傷が入っています。残念。こちらのテールレンズは交換しないといけないので、まずは取り外して型番を調べてみたいと思います。まずこちらのパネルを外します。ネジが1,2,3,4個で止まってるみたいです。多分このパネルを外してみると中にネジがあるんじゃないかと思います。はい。ここにネジがありますので、この2つのネジ外していきたいと思います。なんかコーキングではなくて、ガスケットのようなもので防水してあるみたいです。こちらもなんかついてます。これで取り外せ。外せないな。ここにもネジありますね。もう一本ネジがありました。これで、動かないな。内張り剥がしを持ってきました。これで外していきたいと思います。お、いけたな。プチルゴム系のガスケットなのか、あちこちくっついてます。一旦配線を外したいと思います。一番上のコネクタは LED なので、配線の色を覚えておきます。よし。はい、取り外せました。どれかな？ここか。こちらに BTHU477 とあります。こちらが型番じゃないかと思います。取り外したテールランプの型番を頼りに、こちらの部品、注文できるか探してみたいと思います。はい。先ほど荷物が届きましたので、開封していきたいと思います。めっちゃ丁寧に梱包されてます。めっちゃしっかり梱包されてるな。よっしゃー。まだ？あ、破れた。まあ、いっか。はい。購入したのは、ハイエース200系のテールレンズです。マッシュのテールレンズを外して確認してみたんですけれども、どうやらハイエース用のテールレンズが使用されてるみたいです。ただし、トヨタのマークは入ってませんでしたので、純正のテールランプではないと思います。おはようございます。今日はちょっと天気が悪くて、今にも雨降ってきそうですけれども、とりあえず購入した中古のテールレンズが合うかどうか試してみたいと思います。一応ここ、雨が入られないようにテープで応急処置しておきました。型番で購入したので、見た目は全く一緒です。ここの穴がないので、取り付けにはここに合うように穴を開けないといけませんが、多分これで合うと思います。これ、ブチルゴムなんでしょうか？手につくと真っ黒になります。
うわ。うわ。うわ、またついた。うわ。こちらが取り外した方で、こちらが購入した方です。型番は同じです。こちらガスケットがついてますが、ここにガスケットがあるので、こちらはもう必要ないと思います。ここの取り付けの部分、穴との隙間をブチルゴムみたいなもので埋めてあるみたいです。とりあえず LED がしっかりつくかどうか確認したいと思います。この時点ではバックランプついてます。ちゃんとついてましたかね。あ、ここここだといけんか。よいしょ、もう一回。LED はすべて点灯しています。問題ないようなのでこちらを取り付けたいと思います。取り付けにあたって問題なのはここの穴の加工とこちらのブチルゴンみたいなガスケットですね。まずはここに取り付けのための穴を開けたいと思います。こちら4ミリのドリルの刃です、やはり4ミリぐらいですね。穴の位置を写し取りたいと思います。トレッシングペーパーです。穴の中心にチリで印をつけます。穴を開けていきます。こんなもんでしょうか。ちょっとずれたかな。開けた穴の位置が合っているか車体に合わせて確認します。ここの穴位置は問題なさそうです。やったね。手が黒くなるので手袋してきました。ここのブチルゴンみたいな、よいしょ、ガスケット流用しない方がいいかもわかんないですけど、今回は、流用したいと思います。うわ、よいしょ。それでは取り付けます。一旦点灯確認します。テールランプつきました。ブレーキランプつきました。バックに入れてるのですがバックランプがつきません。ウインカーつきました。左側のバックランプがつくのですが、右側のバックランプがつきません。なぜかバックランプだけつかないので、もう一回外して確認します。テスターを当てて、ここのソケットまで電気が来てるかどうか確認したいと思います。バックランプのソケットにテスターをつなぎます。電圧 13V を表示しています。電気来てましたのでどうやら電球が切れたみたいです。切れてるようには見えないんですけど買っていきたいと思います。ああ。はい、先ほどホームセンターに行って新しい電球買ってきました。こちらを取り付けてバックランプがつくかどうか確認したいと思います。
新しい電球取り付けます。バックランプがつくかどうか確認します。あ、つきますね。サイドミラーから確認できました。2個1セットの電球買ってきましたので、こちらだけではなくて反対側も電球変えておきたいと思います。ちなみにキャンピングカーのマッシュですけれども、電球は外側からだけでなく内側から交換することが可能です。バックランプの電球変えていきます。ネジのキャップを外してやると中にネジがあります。こちらのネジを外していきます。すると、あ、ちょっと配管が邪魔だな。以前の動画にアップしたエアコンの配管です。ここに、うわ、外せないじゃんこれ。ギリギリやな、これ難しいな。よいしょ、外れた。これです。これを新しい電球に交換します。狭くてソケットが見えないので手探りではめるのは難しいです。入ったけど回せない。入ったけど指が入らない。入ってんだけどな。指が入らないのでラジオペンチを持ってきました。まっすぐに回すだけなんだけど。お、回った。板を元に戻します。よし、やっと交換できました。やったね。左側のバックランプ問題なくつきました。おはようございます。昨日あれから雨降ってきましたけれども、ダイソーのマスカーフィルムで覆っておいたので雨は問題ないと思います。バックランプの電球も交換しましたし、今日はテールレンズを取り付けたいと思うのですが、ここの部分欠けてしまってます。ですのでテールレンズを取り付ける前にここの部分を埋めておきたいと思います。欠けてしまったところを埋めるのにパテを使ってもいいのですが、 FRP 用のポリベスト取材と FRP 用ポリベスト硬化剤を使って FRP で埋めていきたいと思います。今回はガラスマットを使うのではなくてパテ用の機材タルクを混ぜて FRP 用パテを作って埋めたいと思います。ブレーキクリーナーで掃除します。FRP パテが他につかないようにマスキングします。手袋を二重にしてます。ホワイトのポリベスト取材です。タルクを混ぜていきます。様子を見ながら追加していきます。垂れないぐらいの粘土になったら硬化剤を混ぜます。今回は20滴ほど入れました。混ぜたら車体に塗っていきます。
下の部分に少し深い傷があるので FRP パテを塗っておきます。はい、FRP パテを塗って1時間ほど経ちました。だいぶ固まってます。もう触ってもくっつきません。この少し固まってる状態の時にカッターナイフで不要なところを切り落としたいと思います。完全に固まってしまうとカッターナイフで切ることもできないぐらいカチカチに固まってしまいますが、今なら切り落とすことも可能だと思います。薄付けパテを塗っておきます。浅い傷は薄付けパテの方が後の磨きが楽です。はい、薄付けパテが乾いたのでサンドペーパーで磨いていきたいと思います。旋盤のサンドペーパーです。ホワイトプラサフです。プラサフで下塗りしたら目の細かいサンドペーパーで磨き、白とクリアのスプレー缶で塗装します。はい、先ほどここの塗装終わりました。こちらに小さい傷も少し削ってクリアを塗っておきました。まだコンパウンドで磨いてませんのでツヤありませんけれども、あとここですね、ここのアルミの部分、ホームセンターでホイール用のアルミパテを買ってきました。このアルミパテでここの傷少し埋めてみたいと思います。ヘラもついてるんですね。取材が3に硬化剤1の割合で混ぜると、作業可能時間が1時間、硬化時間が4時間から5時間、取材が3に対して硬化剤が1、こんなもんですかね。量がどうかな、塗っていきます。思ったより柔らかいですね。これマスキングした方がいいな。割とシルバーがもっと暗い色かと思ったんですが、結構いいっすね。傷が少し目立たなくなってきました。ちょっとバリが出てるので、先にバリを落としといた方が良かったかもしれないです。これいいですね。元のように綺麗にとは言いませんが、結構目立たなくなりました。前よりかは全然目立たないです。はい、昨日こちらの塗装をし、こちらはアルミパテを塗っておきました。アルミパテの方は4、5時間で固まるということで、昨晩1日置いたのでもうしっかり固まってると思います。まだ表面が少しボコボコしてるので、サンドペーパーで削ってまっすぐにしたいと思います。600番のサンドペーパーで削ってみます。あー、失敗だな。
サンドペーパーを当てたら余計に傷が目立ってしまいました。もう一回アルミパテ塗っておきたいと思います。いまいち綺麗になってないですが、テールレンズ取り付けていきます。点灯確認しておきます。テールランプつきました。ブレーキランプつきました。ウインカーつきました。バックランプつきました。どうでしょう、ちゃんとついてたでしょうか。問題なく点灯しましたので、パネルを元に戻したいと思います。はい、今回はぶつけてしまったキャンピングカーのテールレンズの交換をしてみました。車体についてしまった傷の方は素人修理なので、あまり綺麗には修理できていません。ちゃんと修理するならやはり車屋さんにお願いした方が間違いないと思います。まだ下の塗装終わってないんですが、ちょっと色番号が分かりません。マッシュのこの下の部分の近い色番号をご存知の方はコメントにて教えてください。今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これでやっとキャンピングカーレンタル福山でマッシュの貸し出しすることができます。ちょっと傷残ってますけど、多めに見ていただきますようによろしくお願いします。